立憲民主党は党大会を開催し、2024年度の活動計画案を採択しました。金権政治の自民党を国家権力から叩き出すとして、次の衆議院選挙での政権交代を目指す考えです。まず政権交代、次の総選挙で政権交代を必ず成し遂げようじゃありませんか。立憲は連立政権を念頭に、日本維新の会や国民民主党などに結集を呼びかけていますが、安全保障や憲法改正などの政策をめぐって各党には隔たりがあります。泉代表は教育の無償化や企業団体献金の禁止など共通のミッションはあると述べ、引き続き他党に働きかけていく考えを示しました。また自民党の派閥の裏金問題に対しては、実態解明を進め、道義的政治的責任を取らせるとして、今の国会で追及を強める方針を改めて強調しました。